どうも、ノバストヘルスコーチの中村直樹です。今回はですね、老化細胞を除去してアンチエイジングということでお話ししていきたいと思います。古くなった細胞を除去すれば、それはアンチエイジングになるだろうというふうに思いますけれども、実は老化細胞というのは古くなった細胞のことではないということなんですよね。はい。えー 古くなった細胞ということではなくて、細胞周期を安定的にストップさせた細胞のことを老化細胞と呼んでいるよということですね。まあ、どういうことかというと、DNA に傷がつくということですね。DNA に傷がつくと、その損傷応答として、まあ、DDR という反応によって細胞周期を止める、まあ、細胞分裂を止めるよということなんですよね。はい、ですから、 高齢者の話ではなくて、えー、どの世代でも、なんなら赤ちゃんでも、ですね、この老化細胞というのがいまして、まあ、それによってさまざまな反応が起こるということなんですよね。 はい、で老化細胞はです、ね、4つのパターンでできるということなんですけれども、DNA に傷がつくんですが、まず1つ目としてはです、ね、テロメアに傷がつくということですね、まあ、細胞分裂をするときに、いーまあ、だんだんです、ね、DNA というのは短くなっていくということなんですよね、まあ、そのテロメアという部分が短くなっていくということなんですが、そこの部分に傷がつくと、複製老化ということで、この老化細胞ができるよと。 2つ目はです、ね、そのテロメア以外にも DNA に傷がつくと、DNA 損傷誘発性の細胞老化が起こるよということですね。それから3つ目としては、がん遺伝子の影響ということで、が、ま、ん、あ、遺伝子が発現した場合にもです、ね、これは大変だということで、まあ、細胞分裂を止めるということですね。がん遺伝子誘発性の細胞老化、まあ、老化細胞ができるよということですねで。4つ目は前回やりましたけれども、ミトコンドリアの損傷ですね。 ミトコンドリア、機能不全が起こってもお、まあ、細胞分裂しない、まあ、してしまうとがんになってしまうということですよね。ですから、あ止めるということですよね。はい、でこのように止まった細胞は、ですね細胞分裂が止まった細胞は通常アポトーシスということで、まあ、自殺しに行くんですけれども、居座ってしまうということですね。居座ると、まあ、この老化細胞というふうに定義されるよということなんですが。 DDR が起こって、ですねこの老化細胞は老化関連分泌表現系というのを分泌するよということですね、SASP というふうに言われるそうなんですが、まあ、これを分泌するということですね。でこのはあー 短期的には必要なものだということなんですけれども、まあ、非常にいい影響があるということですね。その中の一つとしては、がんを抑制するということですね。なんと自分ががんのきっかけになりそうだったのに、えーまあ、他の周りの細胞のがんを抑制するという、ですね、まあ、非常にいい,、まあ、い,い,いい役割をしてくれているということですね。それから赤ちゃんの肺ですね、肺の成長を制御するということも、この老化細胞が担っていると。 いうことですね、それから傷を治すというです、ね、まあ、組織を修復してくれるという非常にいい効果もあるんだということで、短期的に見ればあいてほしいというような感じなんですが、実はまあ長期にいると悪い影響がありまして、えー、慢性的な炎症を助長しちゃうということですね、この SASP によって慢性的な炎症を助長してしまうよと、それからあ全く真逆なんですけれども、がんを増殖させてしまいますよということですね。 でさらに肝細胞を枯渇させるということですね。まあ、新陳代謝を行わないので、えー、その新しい細胞をです、ね、もう作ってこないようにしちゃうということになりまして、まあ、あ悪いということなんですね、はい。ということで、この老化細胞を除去した方がいいということで、まあ、セノリティクスというのがやられているということなんですよね。はい、でこのセノリティクスはです、ね、健康寿命を伸ばすというふうに報告されました。 非常に健康効果が高いということなんですよね。まあ、大きな枠組みで見ると、セノセラピーというそうなんですが、まあ、老化細胞を標的とした治療薬や戦略の開発を目的としたまあ学問といいますか、まあ、研究です、ねはい、をセノセラピーと呼んでいまして、その中の1つにセノリティクスがありますということですね。まあ、老化細胞を除去すること なのでアポトーシスを誘導するというようなことですよね。はい、細胞の自殺を止めたんだから、それをもう一回誘導するというのがセノリティクスだということですね。はい、でダサチニブという薬とか、ですね、まあ、天然のポリフェノールであるケルセチン、フィセチンなどがそうだということなんですけれども、まあ、BCL2 を阻害するということで、まあ、これはアポトーシスを抑制していた。 ものですよねそれを阻害するのでアポ糖質を誘導できる、それから前回やりましたがシトクロム C の放出ですね、ミトコンドリアが分泌しているシトクロム C の放出によって、まあ、アポ糖質を誘導できる、それから自然免疫ですね、マクロファージとかナチュラルキラー細胞ですね、ナチュラルキラー細胞なんかは、そういった悪くなった細胞を除去してくれるという役割があるので、まあ、がんの予防になるんですけれども、まあ、そういったのを強化してくれると。 セノセラピーにはもう1つ、セノモルフィックスというのがあるということですね。はい、これはです、ねえー、老化細胞を残すということですね。まあ、除去するんじゃなくて、残した上で、その SASP の分泌を抑制するというようなものです。はい、これも今までも紹介したさせてもらったことがあるラパマイシンとかメトホルミンですね、糖尿病の薬ですね。ラパマイシンは抗生物質とかそういったものですね。はい それから天然のポリフェノールであるアピゲニンもそうだということですね。これらはですね、m t o アを阻害しますということですね。すると、オートファジーが働くよということで、まあ、細胞の中の細胞内小器官をリサイクルすることができますよということで、まあ、ミトコンドリアもその一つですよね。ですから、ミトコンドリアも新しくなるということで、その細胞は活性化するということなんですよね。はい、そして、NF カッパー B を抑制するということで、まあ、炎症を抑えてくれるというようなものです。 ということなんですが、まあ、さっきの薬とかはです、ねまあ、使えませんから、はい、今、私たちができることというのはです、ね、天然のフラボノイドを取るということですよね、まあ、天然ポリフェノールです、ね、を取ろうということを推奨したいわけなんですけれども、はい、先ほど出てきたケルセチン、フセチン、アピゲニンは、すべて天然のフラボノイドであるということなんですよね。はい まあ前回も同じことを紹介させてもらいましたが、ケルセチンはですね玉ねぎとか緑茶に多い天然フラボノイドだということですね、まあ、PGC1α を活性化してミトコンドリアを強くする、それからインスリン抵抗性を改善してメタボとか肥満とか2型糖尿病を治してくれる、えー、心臓を保護するということで、まあ、心筋梗塞とか狭心症とかをまあ予防してくれる、ですねそれから抗炎症ということですから、まあ、全身のですね炎症を予防できますので、さまざ、あ、まな生活習慣病に効果的であると。 フィセチンはです、ね、イチゴとかリンゴに多く含まれている、まあ、イチゴに多いそうですね。はいまあ、これから、まあ、春に向けて、はい、イチゴをたくさん食べれるかなというふうに思うんですけれども、はい,い,い美味しいですし、まあ、非常に健康的だということなんですね。あの甘くしてはだめということですね。甘くしないようにして、えーまあ、ちょこっと酸っぱいいちごをたくさん取ってもらいたいということですけれども。 おまあ、もちろんミルクなんかもかけないでですね、<laughs> はい、オートファジー誘導、アポトーシス誘導、細胞修復、老化細胞除去ということで、まさにセノリティクスだということなんですね、もうフィセチンはもうまさにセノリティクス物質であると言えるということなんですね、それからアピゲニンはセノモルフィクスの方ですが、パセリやセロリに多い天然フラボノイドでして、腫、ま、瘍、あ、抑制遺伝子を誘導したりですね。 はい、アポトーシスを誘導して、えーまあ、これもがんを予防したり、えー、抗炎症、抗酸化作用があるよということですね。まあ、パセリとかセロリ、それからパクチーにも含まれているということなんですね。まあ、コリアンダーですね。まあ、パセリとかパクチー苦手ですと、まあ、セロリも苦手ですという方、結構いらっしゃるかなと思うんですが、まあ、コリアンダーでスパイスですよね。それからタイムですね。タイムはハーブですね。 タイムとかそのコリアンダーを、まあ、汁物なんかにかけてもらうと摂取しやすいかなと思いますので、えーまあ、そのように使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、まあ、老化細胞を除去することで、まあ、アンチエイジングになるよというお話をさせていただきましたこの動画が参考になったという方は是非グッドボタンとかチャンネル登録とかよろしくお願いいたししまます。ありがとうございました。失礼します。